マークマンはもうマークマン絶対呼びたいんだよ。だからマークマンはね、あの呼んだら来てくれるし絶対すぐ呼べたんだけど、うん、本当は、うん、コロナ禍じゃないと彼は結構日本に来てるんで、うんねうん、全然呼べたし、なんなら別に本当にコロナ禍じゃなかったらね、あのサンディエゴラスベガス版とかも取れたはずなんだけど、まあ彼はぜひね来てもらいましょう。来てほしい、うん、本当ね落ち着いたらもう本当にすぐ来てほしい。彼はねいろんな人と接するから本当にこのコミュニティの裏も表も全部知ってる、うんうんね、あと次はですか、テイスティースティーブですか。スティーブスコットちゃん、テイスティースティーブね、いい声してんだよね。面白いんすよ、いい声してる。でもすげえうるさいんすよすげえうるさいんです。あのずっと喋ってるよね。そうだからあのちょっと昔で言うとその2016 の, あの原由美さんと竹虎さんがね、うん、あの決勝戦の呼び込みで出てきてくれてね、うんうん、そうあのスイッチの実況いたわけですよ、うん、で竹虎さんがうえって喋り出したらもうテンション上がっちゃって竹虎さんの声が乗っかってないんですよ。あ逆にでそこに対してのコメントがスコットうるせえってちょっと黙れろ聞こえねえじゃねえか悪魔の声がっていうのがね。いや彼大事な試合の時とかね BGM 歌っちゃう人だからねそう。They're fragile. I have one question. Yeah. I know you are good commentator. Uh-huh. Yeah, your comment is fun and yeah. smooth and clever. But why are you singing every tournament? Bah, 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 bah. You That's don't... terrible. Stop that singing, okay? No, everybody tells me to keep doing it. Stop that. Stop it. I'll think about it. I'll think about it. No, okay, got it. You're right, Mr. Harada. I'm not gonna stop. I'm good. I'm not gonna stop singing. We're not gonna stop. I'm not. I'm never gonna stop. と面白い、典型的なあの面白い海外の人って感じ。面白くて声がかっこいい、ね。うん、かっこいい。かっこいいです。いや、だから彼今だってこれ喋る仕事で食ってるわけでしょ。そう、すごいやってますね。大したもんだよね。プロフェッショナルね、うん、そういう。面白いな。本当来てほしい。面白いですもん。だから収録時間多分原田さんいつも2時間押しだから、うん、彼来たら多分もっとでしょ。いや彼ねあんなに喋れるって結構賢いんだと思う。うんうんうん、普通あんな喋れないでしょあんなに。うん、ね。頭回るんで多分。回ってるんですね。しかも台本持ってないですからね普段。ね、台本持たないね。持たんで、あんだからちょっとデータも全部入ってるわけじゃないですか。うんはすごいなっていうのを喋ってるのを聞いててね、呼んでほしい、来てほしいんですよ。わかりました。でこっから先はですね、ちょっと最近それこそ YouTube のゲーム実況とかで流行ってる子、三田寺理沙さんはですね、三田寺ゲームの、そうそうそう、三田寺ゲームで結構ブレイク中で、あの元々モンハンの、はいはい、この人こそカプコンの番組出なきゃいけない本当ね、カプコンの画面ちょいちょい出てますよ。あ、そうかそうか。出てる出てる。モンハン部やってるからモンハン部でやるときはあの呼ばれて出てて、はいはい、で最近はさっき言ったそのデッドバイデイライトのゲーム配信を毎日やってるんですよ、うん、であの血だらけになって首くくられて大爆笑してるんですよ。でそれを同時視聴今3000人ぐらい1日、大したもんですね。すごい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 。毎日ちゃんとゲームやってるのがすごいよね、うん、毎日やってます本当に。何があっても毎日好きじゃないとできないよ、うん、すごいなと思って、うん、俺も毎晩銀行強盗してるけど ね, ね銀行強盗はずっとしてるけど、ね、してる、うん、そうだからこういう子も一回来てほしいなっていうのはあります、はい、あの喋りもすごい面白い子なんで、うん、タイミングあったらぜひぜひ。次がですね、これちょっとあの茜さんって子はですね、これ僕、うん、1年前ぐらいから実はちょっとこちょこちょ言ってる子なんですけど、うん、ストリートミュージシャン、はい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 、で、まあ、ちょっと写真資料にありますけど、まあ、福岡の子なんですねこの、はい、で本当に典型的な最初あの 2,3 人しかいなかったところからすごいね、今本当ね300人400人集めてすごいね。で大阪ラバーズ、うん、あのドリカムの歌あるじゃないですか、うん、あれカバーして下大阪の駅前で歌うと、うんうん、あもうちょっとやめろと、はいはい、もう人が多すぎると。そうで歌がうまいんですよ。いやだからやっぱなんか響くもんがあるんですよ。歌がうまくて、うん、だで話のそれがなんでこの番組なんですか。そんなのおかしいじゃないですか。エンディングでね歌ってほしいんですよエンディングない、エンディングとかあるのこの番組。でもエンドロール流れるじゃん。エンドロールでしょ。あそこに、うん、ほらテレビの番組って、うん、ほら
人気番組ってほら必ず最後にタイアップ入ってて、いやでも人気番組でもないし、今から今からですから、あそう、いきなり形だけ作っちゃう、そう、えらいちゃんとしてるなの形をもっとちゃんとさせるためには最後にあの歌い手さん入ってほしいんですね。でそこで新譜でもいいし、僕らからのリクエストでちょっとあかんねん、それは向こうからしてももう少しちょっと、でそうやったら例えばそのもうちょっとほらバンダムとかで公式でやってる方の大きい番組とかさ、で後に後に行ってもらいましょう、うちらの世界大会とかでね同時視聴がね、そう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 、何十万人もある時だったら別にいいけど、なんかあのちょっと 足踏みにしてもらって、足踏みって言うんでしたっけ、何でしたっけ、踏み台、踏み台、踏み足踏み竹踏み、竹踏みじゃないんだからそう、もうバーを踏み台にしてもらって、うん、今でもだいぶ出てます、えらい低い踏み台な、ほぼ地面みたいな、ね、ほぼなんかこう低い低い線でが線が塗ってあるぐらい結構なんかカラオケバトルとかにも今出てて、あ本当で歌うまいって言って今評判なんですよ、うん、だからあのいや歌ってうまいだけじゃなくてやっぱそれだけ人集めるってなんか響くもんがあるんだよ、あの俺ね、俺もそれ最近知ったんだけど大人になって、あの昔なんか歌声を聞いて、うん、子供の頃はね泣いてる大人がよく分かんなかったよ、なんで泣くんだろうと思ってたんだけど、だから年取ってくると分かるんで、俺さこの間バイオリン教室のすっげーうまいバイオリンのね先生がいるんだけど、いや俺バイオリンやってないよ、やってないけど、そのバイオリンの生演奏目の前で聞いたわけ、ほんともう目の前に3メートルぐらいで めちゃめちゃうまいわけですよ、うん、バイオリンがうますぎてなんか聞いてて、お、泣いた、泣きそうになっちゃってでこれお金払えるはもう当たり前だけど、そのなんていうの、これはオーケストラで お金払うぐらいの価値、全然もうそれ以上あると思う、いや本当そういうのがだんだん分かるようになってきて、歌声とかもなんか歌声がいいと人間ってなんかこう、うん、あここら辺そこら辺に来るんだっていうのはよく分かるようになってきた最近。そうで楽しそうに歌うんですよ。いや重要だね重要。本当歌ってて楽しいんだろうなって見てて思うから。分かった。それはもう全部共感できるんだけど、この番組に呼ぶってことに関して共感してる人は今誰一人見てる人でいないと思うよ。いないのかな。いないと思うよ。エンディングで歌ってほしいんですよ。いやまあそれはあなたの希望ですよ。そうあなたの感想ですよ。ぜひね、だからここを踏み台にしてね、もっといもう上にこうカウントダウン TV に出てもらって。うんへいへい寝てもらって、まあまあまあそこはね、そうこれもね番組演出側のっていうかつてあんのいやもう事務所に電話ですいやいや単なる嫌がらせじゃないですかそれ原田のバーですけどって電話します、ね、どこにどこにありますかそれちゃんと正式に真正面からここはオファーです、わかりました、はい、じゃあ頑張ってくださいぜひね、はいはい、こっから先ちょっとね大物ですよ、いや大物すぎる、そうただね大物って言ってもね全く関係ない人はオファーしないので、うん、まあ、論文の淳さんは自分でチームのマネジメントやってたり、はい、e スポーツのね、はいはいはい、でストファイも好きだし、で、まあ、結構ツイートしてるんですよ、うん、その e スポーツのこととか今後のこととか、今の物件もちょっと遊んでくれてたし、ね、そうなんですよ、だからやっぱこういう、まあ、淳さんも言葉持ってる人なんで、でも来ないと思いますよ。そうそうだってメリットがないもん。分かんないです。もう独立した社長ですから権限一つですよ。うん、いやそれだから社長は出てこれねっつったじゃん、さっきも言ったけど小野さんもそうだけど。いやほら株式会社ロンドンブーツですよ。いや分かるけど何のメリットがあってこんなとこ来るんですか。メリットなんかないから来るんじゃないですか。いやー違うでしょちょっと考えたでしょ今ちょっと考えたでしょ、つまり言葉がバカすぎて俺あんまり普段そういうそこまで水準が低い言葉に触れることがあんまりないので、そのメリットがないからこそですっていうのが全然こう分かんなかったわけだけど、何も考えずに来れるっていう意味ですよ。いや違う結果的にここに出ちゃうと何も考えてないなってことを露呈するだけじゃないですか。うんうん、まあでもほら楽しかったらいいじゃないですか。いやいや分かるよ、来てくれた人が。いやだからよほど多分おいしいたこ焼きが食べれますよっていう話で、うんうん、カメラが回ってなかった時の方が来てくれると思うよ。むしろそういう人の方が多いもん、うん、そうね、はい、ブンブンみたいにね、うん、食べにだけ行くみたいな、ね、分かりました、まあ、そう。あとは、まあ、前から
これだから堀江さんはね、堀江さん俺絡んだことあったっすよね。そうサマーレッスンをそうそ遊びに来てくれた、そうそうそう遊びに来てくれたと遊びたいって言って、ね、あどうぞどうぞっつってプレイして、おおっつって、あこれはすごいなって言って、でわざわざこれすごかったよっ ってツイートしてましたもんね。ツイートしてくれてて、そうそうだからで自分あの堀江さん自身も1回か2回プロデュースして炎上して本当、はい、だそんなことを久々に語りに来ないかなと思って、いやいやだからこの人こそ自分でチャンネル持ってるからここで語る人ないから、たまにはほらよその世界も見ないところでしたら、いやいやそれはないね多分この人が一番確率低い。じゃあじゃあ原田さんがその堀江さんのとこ行ってくださいよ一回、どれがどうもっつってで、あの 手持ってバーに呼んできてください、うん、じゃカメラ止めてよって言われると思うよ美味しいたこ焼きは食べたがると思うけど、うんうん、でもほら面白いもん堀江さんの話、面白いけど、だからじゃあそうじゃなくてさ、こっちはそうだけど向こう面白くないよ別にこっち来たって。あとほら原田さんもほらマニアックな知識いっぱいあるでしょ、うん、堀江さんはもう豊富じゃないですか情報が、情報量がね、だからその2人が喋ったらどうなるっていうのは演出が、誰が得するのそれだって、見てる人がこの2人絡んだらなんかちょっとむちゃくちゃだなっていう、そこのクロスしてる客層が見えないな俺には。ちょっとでもそこそれこそゲーム業界関係ない話だから、うん、いろんな人にこうあだこうだ言われないでいいし、うん、別のことを言われそうだけど、まあ、分かった分かった、まあまあそう、そうだから ね、 ねタイミング見てどうかな、次のページの人これ絶対来ないじゃないですか。いや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 分かんないです、ぜお前なんか確率をどんどん下げていってないからこれだってあのな、しかも何の話をするんだよ。で、あの鉄拳のコスプレの見たことないじゃないですか、他のゲーム見たことないけど、あさこれ さっきあなたの感想ですよねって言ったけど、それとかあなたの願望ですよねってやつだよね。でもほら似合うキャラいっぱいいますよ。いやそうだから似合うからこういうお仕事をされてるわけでしょ、いろんな格好をするっていう、そう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 、やってほしくないですか。いやえそういう番組なのこれいやいや、ただでも来てほしい。いやそう思うのは勝手だけど、それはなかなか来ないですよ。えなこさん今なかなかね、だって急激ですよ急激。えそれはなかなかね、情熱大陸出ちゃいましたからね。原田さんだって声かかんないでしょ情熱大陸から。情熱大陸はかかんないけどクローズアップ現代は声かかって、えいいじゃないですか。だって出たよ俺クローズアップ現代。一人、うん、ピンでですか。VR の時とサマーレッスンの紹介で俺出てた。ああだからあのチクリンみたいなタイプ、あのああいう取り上げじゃないですよね、あの逆の人生の あれは俺来られてもだからさ作る側が主人公になってどうすんだっつうの、ん、俺はそういう風になりたいわけじゃなくて、俺は作品を通して俺のタイトルが別に世界に出ていけばいいわけだから、うん、そう俺をドキュメンタリーされても困る。でも日常追いかけたら面白い絵撮れますけどね。ああ自分で言うのもなんだけど、割と俺の日常面白いことが起きていることは間違いない、うん、なんかハプニング起こるでしょ。いやでもあの長放送できないと思うそうだからちょっとあのシートが後になるんですよね。まあでもまあこれは可能性はないですね。ないですかね、うんうん、でもだからあのこういう人が来てくれるぐらい注目される番組にしたいっていう。でもさっき言った通りもうこの人が来る可能性が出てきたあたりからさっき言ったね、うんうん、炎上の法則じゃないけど、うんうんうん、本当だったら普通だったら炎上しなかったようなことが妙な人たちがぐわーっとこうツッコミを入れてきて炎上するようになるよな、うん、我慢ですよ俺ギャラもゼロなのになんで俺が我慢しなきゃいけないかよく分かんない。全部原さんに言っちゃうからね。そうなんだ よ、 なんよ、ね、俺何のメリットがあってやってるのかよく分かんないもんだって長文に長文で返さなきゃいけない。本当だよもう大変なんだからさ。で一応最後には、はい、あの加納英子さんですよ。ああいやもうこの人は今や実況界のね。そう、うん、すごいっすよ、ね、俺もともと個人的にファンなんだよ実は、うん、あんまり売れてない頃から、うんうんうん、実は本当に本当に
エンタの神様の、ああより前、前、その前に別の芸人の方が結構好きで、その劇場じゃないけどちょっと 見に行ってたことがあって、うん、その時に出てきてて、うん、めっちゃもねえって言ってたの俺は、うんうんうん、俺は結構その時から好きだったから、うん、逆にこの人めっちゃ売れてくれてめっちゃ嬉しかったもん。だってもうテレビで見ないですもんね今、むしろ。あ、逆にね。そう、テレ朝でちょっと見るぐらいで、ずっと YouTube にいますよ。いやー YouTube の方が今いけてんじゃない。いやいや、すごいっすよ、ね、すごいよね。だってテレビのギャラなんてちょっと数字言えないですけど、うん、めっちゃ安いですか。あ、そうだろうね。その、はい、特に芸人さんとか思ったより安いって聞くもんね、うんうん、なんだってそれでいくと、ね、YouTube やってる方がいいんだろうね。1回生配信するだけでどんだけもらうのっていうぐらいですから、うん、そりゃテレビ戻ってこないですよ。しかも本人ねそんなに計算せずとも、そう、自然にやってるだけで面白いっていうね。普段普通にやりたいゲームを配信してるだけの感覚だと思うんですよ、うん、でも見に来る人多いし、いや面白いもんだって、うん、やっぱ芸人だからプレイのところどころでちゃんとオチがあるんですよね。いや俺この人がほらバイオハザードのさ、あの日記、有名な馬かいうの、うん、あれを理解してなかったの、うん、めっちゃ面白かったんですよ。すごいですよね、すごいんですよ、うん、だから面白い。やっぱりなんかバグってると思ってたからね、本人あの文章見てそう、うん、面白いよ。なんかめっちゃ面白いよ ね、 そう、一回ね。いやだからさっき言った通り、お前、あなたが自分で言った通りじゃないですか。そう、自分で実況してやってればいいものをわざわざここに来る理由がないでしょっつってんの。だたまにはほら別の味のラーメン食べたくなるって。だからそれはあなたの願望ですよねたまにはほら、たまにはですよ。だって学校の帰り道、駄菓子屋さんに寄り道したこととかあるでしょ。お母さんに怒られるけど。いや俺はないね。いや、俺は幼稚園から高校卒業するまで無遅刻無欠席無早退だから。へえ、駄菓子屋さんも行かなかったですか。もう俺も日曜日の午後以外は全部習い物で埋まってたから。あら、うん、で嫌で嫌で車で連れてかれるのが嫌で嫌で。そう、あ、だからゲーセンだけはこっそり行ってたけどね、うんうんうん、それバレなかったんですか。ゲーセンが入ってるってか、だからゲームやって怒られるっつうのがさ、ゲーセンに行くことじゃねえよってさ、ね、当時ね、うん、当時もそうだけど、いやじゃあお前ら大人はさ何のために生きてたんだろうって、あ仕事して給料もらって飯食うだけのために生きてたのかよって、うん、娯楽やってただろうがって思うんだけどね、当時からすればさ。僕だってあのファミコンあった時に家帰って、それこそファミコンやりすぎだって怒られて隠されて、ファミコンさえ買ってもらってなかったんだから俺。そうだから僕は隠されたんですよ。なんか1時間2時間やっちゃって隠されちゃったんですよ、うん、で1ヶ月ぐらいね、それ禁止になるんですよ。で1ヶ月超えたら出してくれるんですよ、うん、で対戦相手いないからおかんとたまにやるんですよ、うん、おかんめっちゃ強くなってるんですよ。おかんがやってるのさてはおかんハマっていたなあれ強くなってんじゃんって話をして、それなかなかでもいいじゃないですか。それじゃあゲームの面白さが分かるお母さんだったわけでしょ。そうそう、こういう真面目なキャスティング会議をしてますよってことですよね、まあ、ちょっと今日長めだったけどそう、それで原さんね、結局直近どうする。そう、ちゃんと今日映像撮っちゃってるから、あのいつもほらどっちから撮っちゃってるから撮っちゃってるからどっちかからオファーするじゃないですか。で今回ほらやっぱばあちゃんのこの熱量が今高まってるから、まあ、この番組そのリアルタイムじゃないから、あのだいぶアップするの遅れるけどなまあ7月中ですよこれ、うん、7月の早め、あ、じゃあまだ多分いけるかな、うん、だから青木さんいいんじゃないですか。ああ、びっくりした。そう、あのもう一個の方かと思ったら、そう、時系列的にはそうだよな。そう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 、バーチャーファイター、そうそう、バーチャーが今勢いあるから、でバーチャー特番を我々やって、青木さんもツイッターでこう紹介ありがとうございましたみたいなことを、紹介っていうか、フィードバックありがとうございました言ってくれてるので、青木さん行っちゃう。そうで原さんもあの電話してください、青木さんに一回、うん、じゃ直電は知らないけど、うん、セガってことでしょ、あの広報か
じゃあ候補は知らないんだよ番号。俺あの開発の見るのはそこは職場の誰かが出るであろう番号は分かるけど。かけてください。電話。電話。今。うんうん。で OK 取ってください。青木さんに。うんうん、大丈夫かな。いやそれ。いやいやもうほら。大丈夫。でもツイッターとかだとあの反応見る限りは全然大丈夫だと思う。来てくれそうですけど。ほら。一回かけるじゃあ一回。電話してね。一回かけるじゃあ一回。かけちゃいましょう。出なかったらどうする？だからもうツイッターで呼びかけましょう。ちょっと待って。もう直オファーですよ。ちょっと待ってね。ちょっとじゃあかけてみよう。本当にかけるよ。かけてかけてください。鳴ってます？鳴ってるけど。出ない？出ない。出ない。出ないですか？出ない。ん？出ないですね。でも原さん出ない確率？あ、違う。びっくりした。前ブツって切れたか。ん？出ない。鳴ってんのこれ？鳴ってるの？着拒されてんじゃないですか。着拒。あ、お世話になっております。はい、バンダイナムコエンターテインメントの原田と申します。あのはい、青木さん、ボーダーブレイクの青木さんいらっしゃいますでしょうか。いや、あのすいません、はい、そうです、そうです、あの鉄拳のです。はい、そうです。で、あの最近そうです、あのバーチャファイターの方の青木さん。あ、はいはいはい。あ、推奨日なんですね。わかりました、わかりました。じゃあ基本もうずっといらっしゃらない感じ。あ、わかりました。じゃあちょっと別の方で連絡。あ、すいません、大丈夫大丈夫です。はいはい、じゃあ別の方で連絡取ってみます。すいません、すいません、ありがとうございました。あの、はいはい、原田と申します。はい、あのでも大丈夫なので、あの伝言とかは、はいはい、あのすいません、あのこんな時間に申し訳ございませんでした。はい、ありがとうございます。はい、それでは、はい、すいません、失礼します。ありがとうございます。出ましたね。違う違う、他の、あのね、部署の方が有給取得推奨日でした。青木さんはいなかった。青木さんはいらないので、これはだから、原さん今手打ちで、手打ちでやテキストをいきなり打ってもらって、それを一旦画面に見せてください。え、これだ、みんなに見える形にする？そうです、そうです。もういや、だとしたらリプライだとみんなに見えないから、青木さんだ。青木さんでいいのかな。青、牛マンって呼ばれてたけど、みんなバーチャ界の人はあんま知らないのかな。青木さんと牛、なんか牛マンって呼ばれてた。なんでですか。そう、なんか牛の格好して出てくるんだよ、あのボーダーブレイクの時。ああ、カウボーイではない。本当に牛になったって。青木さんでからいいか。青木さん、え、原田のだから、あの原田のバー、うん、マスターの原田ですって書いてくださいよ。原田のバーマスターのって誰だと思っちゃうよ。あと原田、いや YouTube 番組、原田のバーってひらがななんだっけ。そうです。
それを分かってないっていうね。そうです。原田さんあの バーってなんか バーに小さいあのちっちゃいアニメなんでそう分かりにくくしたかね。タカジンのバー、原田のバーあそこそこ原田のバーに出演次回の収録に、原田バーの次回収録に青木さん来てくれないかなと。次回収録に来ていただけませんかと、はい、いただけたりしませんかみたいな、今時な聞き方、来てくれるかなって書いてる。いやいや、テレフォンショッキングで来てくれるから、ね、るかこいつついこっちなんかおかしくなっちゃったのかと思われてる、ね、急に、ね、急に慣れ慣れしい感じの来ていただけませんか、来ていただけないでしょうか。よろしくご検討ください、はい、このツイートをね急にだからいきなりこれツイートしてもらっ、ツイートしましたよ、はい、さあ、まあ、収録見てる人は別にリアルタイムに見てるわけじゃないからそうそうこれはね、今ツイートこれ見ちゃった人は何事かと、これ一応ねこのツイートこう画面映ってるかな、ね、ツイートしましょう、広い大丈夫、はいはいはい撮れてます撮れてますっていう感じで、はい、ツイートしましょう。じゃあ返事を待ちましょう。いや時間内に来ることが分かんない。これ断られたらめっちゃへこみません？いやこれ寒いよね。来るかどうかはちょっとあの本当に我々のプライベートで待ちましょうよ。あいいよいいよ。緊張しながら。緊張するな。これでいやあの断られるかもしれないと思うと一気に緊張してきたよ。だって。